ソウル&ソード、特撮ヒーロー系の、アクションやレースゲームといった、どちらかといえば子供向けの作品が多い、バンプレストの、ロールプレイングゲームの作品です。本作の最大の特徴は、フリーシナリオ、という点でしょう。それもデータイーストの、メタルマックスのように、本当に何をしても良い、マルチエンディング式となっています。その気になればゲームスタートして、すぐにエンディングを見ることすら、可能となっています。ゲームの舞台であるバルカノン島で、人と出会いクエストをこなし、とにかく生活をしていきます。とはいえ、真のエンディングを見るには、すべてのクエストをクリアする必要があり、これがなかなかハードルが高く、また、積んでしまう要素もあるため、若干とっつきにくいゲームですが、ハマるといくらでも遊べる、そんなゲームです。スーパー野球道、野球を題材としたゲームですが、一般的な野球ゲームとは異なっており、選手として投げたり打ったりではなく、監督として選手をドラフトしたり、キャンプで鍛えたりしながら、ペナントレース優勝を目指すという、経営シミュレーションゲーム的な作品となっています。経営的な面だけではなく、監督として細かく選手に指示を出して、ゲーム展開を操ることが可能で、選手としてとはまた違った意味で、リアルに野球を描いた作品と言えるのではないでしょうか。ちなみにその年に優勝できなくても、よほど成績が悪くない限り、翌年再チャレンジも可能という、親切設計となっており、頑張れば数年をかけて、ペナントレース優勝という感動的な展開も可能となっています。はい。引きこもり、前作、学校であった怖い話は、実写取り込みのグラフィックと、ホラーテキストアドベンチャーという、作品で大人気を博し、同社の新境地を開拓するに至りました。さて、本作はそんな前作を購入した人に、アンケートを取り、次はどんな作品が読みたいかを、集計した結果、法事で集まった親戚による会談となりました。前作同様、聞き込む7人にどの順番で話してもらうかでストーリーが変わり、全部で42本という大ボリュームですが、前作と比べると水増し感や起承転結に乏しい作品が散見され、前作ほどの密度を感じることができない、ちょっと残念な作品となっています。まあ前作が名作すぎたのもあり、期待感が高かったのも理由かもしれませんね。幕末降臨で鬼。もともとはゲームボーイで展開されていた、異形の存在である鬼が主人公となる、和風時代劇ロールプレイングゲーム、鬼シリーズの、スーパーファミコン展開2作目、となる本作は、これまでの作品と異なり、その舞台は幕末となっています。黒船来航から海外に目を向けた、そんな時代が舞台なだけに、本作においてはその舞台は、日本だけに止まらず、西部開拓時代のアメリカに赴き、西洋の妖怪とも戦えるという、
これまでにない展開となっています。とはいえ、過去の作品のキャラクターが登場するなど、前作までの内容を踏まえた展開も多く、過去作ファンも大満足な作品と言えるでしょう。一方で、やや複雑になったリソース管理や主人公たちの報われない結末など、やや重いストーリーには賛否両論もありました。ベルヌ、ワールド、ジュール・ベルヌという作家をご存知でしょうか。1800年代後半に人気を馳せた SF 作家です。もっとも当時は SF という言葉がまだなく、空想科学小説なんて言い方がなされました。産業革命によって科学知識が一般市民に伝えられた当時、科学的な裏付けのあるファンタジーとも言うべき空想科学小説は大人気となりました。本作は2028年、ベルヌ生誕200年を記念して作られたベルヌワールドを舞台にした作品となります。ベルヌワールドのロボットたちがおかしくなってしまったテーマパークで9人の少年少女が行方不明の仲間を探しながら大人たちと合流を目指すというロールプレイングゲームです。一本道でキャラクター入れ替えなどもなく、やや単調に見える本作ですが、ベルヌファンにはたまらない、小ネタが満載の作品です。同作品群のファンなら、ぜひ一度プレイしてみてください。学校であった怖い話、おとぎり草やかまいたちの夜といった、チュンソフトの作品を皮切りに、サウンドノベルという形式の、アドベンチャーゲームが、90年代に大きなブームとなりました。本作はそんなブームの最中に、発売された作品で、主人公が6人の登場人物から、怖い話を聞いていくというシナリオですが、誰からどんな順番で何の話を聞くかで、展開が大きく変わる、マルチシナリオゲームとなっています。ただ怖い話を聞くだけではなく、時には主人公が怖い話に巻き込まれたり、生理的嫌悪感を湧き立たせる、非常に不気味な話があったりと、かなり凝ったストーリー展開になっており、しかも実写取り込みのキャラクターと、秀逸なサウンドがそれらを、強く助長してくれます。後にプレイステーションで続編が作られますが、本作も勝るとも劣らない力作と言えるでしょう。
ハーランドストーリー。本作はもともとはパソコン向けに開発されたシミュレーション RPG の人気シリーズであった。ハーランドシリーズの1作目と2作目をくっつけて移植した作品です。同ジャンルとしてはファミコン、スーパーファミコンで大人気シリーズであるファイアーエムブレムと非常に似たシステムとなっていますが、シビアな難易度で知られる同シリーズと異なり、蘇生やステータスの補強が簡単なため難易度としてはかなり低めと言えるでしょう。またファイアーエムブレムにも言えますが、ユニットが個人という点を生かしてキャラクターの魅力に強くフューチャーしており、カットインの挿入をはじめキャラクターや人間ドラマを上手に表現しているのも本作の大きな特徴です。俺たちしかできないプレイをして